現職と新人の一騎打ちとなった神奈川県知事選挙は現職の黒岩氏が再選を果たしました。万歳！万歳！万歳！成長戦略、経済のエンジンを回していくんだ。それはやはり基本中の基本、血の通った行政、これが実現するか、これを2期目の大きな課題として進んでいきたい。現職と新人の一騎打ちとなった神奈川県知事選挙は、自民、民主、公明各党から推薦を受けていた現職の黒岩祐治氏が再選を果たしました。4年前に初当選した黒岩氏は、これまでに行ってきた企業誘致などの成長戦略をさらに進めると訴えていました。県の選管によりますと、投票率は前回と比べ5ポイント近く下落し、およそ 40% と過去最低でした。